皆さんこんにちは。愛媛県西条市生き物の塩見代表の塩見です。今日はね2月4日第56回目のね配信をしていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね外にいます。なぜかというとですね天気が良くて気持ちいいのでちょっと外でね撮影をしようかなと思って、こうちょっと晴れる日をね待ってたんですよ。非常に寒い日も続いてたんですけど今日は暖かくて非常に気持ちがいい日ですね。で今日はねなんで外におるかっていうことなんですが、今日はですね一つのテーマが塩見の生き方塩見の生き方っていうのを企画の方にねこれラフを作ってくれとお願いしたんですよ。塩見への生き方なんですね。Go to 塩見へ Go の方だったんですが生きる方になっておりましたでこれキクちゃん違うやんって言ったらいや重たい話をされるんだなと思ったんですっていうことで両方の生き方をね今日はねお話ししたいなと思うんですが地元の方とかですねうちお客様にはいつもご案内を送らせてもらってましてでその中に住所がね書かれてます。でうちがよく使っている画像がねこういう画像を使ってましてで西条市田松石槌通りという住所です。はい。で実はこのまっすぐ赤信号の向こうがですねはいこれちょっとアップしてみようか。はい、これがね石槌通りです。はい、これがね石槌通り。風すごい。でその向こうのここのねこれがね石槌さん。これがね石槌さんで今日ねちょっとガスっとってギリギリ山の方が見えそうで見えないですね。はい。一回戻してじゃあちょっと歩いてね。道をね案内しようと思います。はい行きましょう。めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じ。光具合が後ろがねめっちゃ今日雲が石槌さんの方は雲かかってるんですけど非常にね綺麗に。でこれはね船屋交差点っていうね交差点なんですけどエネオスがあってミスタータイヤマンがあってでここはねマルハンっていう、ね、パチンコ屋があってでプレイステーション、パワーステーションですね。パワーステーション、パチンコ屋さんですね。パチンコ街になってます。でこれは産業道路ですね。オートバックスもあります。でここが昔はね産業道路ってここまでしかなかったんですよ。でここは道なかって、これはちょうど磯浦の旧の道です。で向こうにはねもう少し向こう行ったらね今治造船とかも見える場所なんですけどビッグロッキーとかもねあります。うちの会社の横がねドン・キホーテになっておりましてね、はい、ドン・キホーテも横にあります。ちょっとね今日ね思いのほうが風が強くてちょっとマイクできるだけね風当たらんようにと思ってね聞こえ、うん。でもまあマイクこっち入っとるけん多分大丈夫だと思うんやけど、はい。私もねここ地元で毎日ここ通るんですけど、この歩道橋をね歩いたのって相当記憶にないぐらい。こんにちは。小学生がね毎日ここ歩いてますね。はい。ニコニコ歩道橋。ちょっとね痛みも出てきてる感じがありますが、はい、今ね向こうの信号の上からね上あたりで撮影をしておりました。この辺でね撮影しておりましたね。はい。でこの道をですね斜めに入っていく道があるんですね。これ西条市内の方に、はい、こっちが西条方面で後ろのね丸半ある方が新居浜方面ですね。ですぐ分岐があって11号線の方と海側の海岸線の方と分かれる道になってます。
はい。でここからね、市内の方向いて抜ける多摩津小学校とかねある方向に進んでいけば、ここからですね、そうですね、200メーターぐらい行った、あ、渡る？渡ろう。200メーターぐらい行ったところの右側手に、会社があります。はい。これはね、眩しい。でも午前中ぐらいにね、せないかんかったね、午前中ぐらいにね。はい。これさっき会社から歩いてこう交差点、船屋交差点まで来たんですけど、こう会話がね、ネタをあんま考えてないから、会話が、話が途切れたらどうしようかとかっていう話をねこうしながら来よったんですけど、今なんかとりあえず急いで帰ることばっかり頭にあってね、ここはね散髪屋さんですね。はい、ここ散髪屋さん、戸田さんのところですね。いつも車いっぱいなんですよ。でここは長崎屋さんの裏の駐車場のところ、裏の駐車場、ここもいつもいっぱい、あ、準備中になっとる。はい、ここもね、もう西条の人みんな長崎屋さん来てますね。お肉がね有名ですね。はい、定食、肉の定食とかね、なんか肉祭りとか肉フェアとかね、いろんなのやってますね。で、あそこにね、ちょっとブルーのね、あと EAC っていう看板があるんですが、はい、EAC はあの CM とかそういう制作とかをしてる会社で、はい、結構もう地元の方ほとんどこの EAC さんが多いんじゃないですかね。はい、うちも CM 作ったりとかするときは制作とかテープ加工とかを全部やってもらってます。え？あ、車がね、そうそうそう、意外とねこの道に車通り多いんですよ。あ、看板見えてきました。はい、看板が結構ね、あの高さのある看板で、あ、もうこのやっぱ富士に入る人がめちゃくちゃ多いのと、意外とね事故はね少ないんですけどね、ここは。でちょっと懸垂幕でね、南、こっち側が今北から南向いて歩いてますね。で両サイドにね、あの看板の下には、成人式迎えられた、前撮りされた方の写真を差し替えてやってます。でここはあの富士ドンキホーテが、メガドンキーがね、入ってます。相当眩しいね今日。そうで、ここからがね、あの敷地になるんですけど、でもなんか車いっぱいやね。ちょうどこうあれやね、分かりにくくてね、草とかねバレにくい。カメラには綺麗に映っとったりして、はいはい、ここがあの一応こういう感じのね建物の、あ、こ、もうちょっとこっちからだと分かりやすい、こういう感じです。はい、ちょっとさっき後ろ歩かれとった人がね、ずっとこう見ながらね、で結構早歩きで逃げたけど、ワンちゃんと散歩めっちゃ早いけどうしようどうしようも逃げながら、やってまいりました。はい、でこっちもね、前撮りした方のね、こう自分らしくってことでね、めっちゃ綺麗。あ、ほんまや、目、あ、肉眼より綺麗に見えるね。カメラ通した方がね、ノイズカットされてるんだよね。はい、それではちょっとね、中の方にね、潜入したいと思います。前にもね、ご紹介しましたが、奥がね、こっち美容室と写真スタジオ、写真館が入っております。で、ここが本館。
着物のね、販売等々させてもらってて、奥にね、白い建物があるんですけど、あの白い建物は、着物の保管をさせてもらっとったりとか、着付け教室をしたりとか、文化会のね、ことで使わせてもらってます。はい、ここからね店内に入っていきたいと思います。どうぞいらっしゃいませ。あ、違うか。はい、あ、風がなくなったすごい風だったね。はい、実はですね、今明日から決算が始まるんですけど、あ、なんかん決算が始まります。で、ちょうど2021年ということで2021円コーナーだったりとかですね、もう決算本気でね、こうもうよく分からんけどバック1000円とか、はい、で半襟500円とか、はい、こういうのをね、出してますね。で、こういう国旗オリンピックみたいなね、この国旗の鼻緒に横レインボーみたいなのがね、はい、何回目に登場したの？ねえ、こんなんもありますしね。でちょっとこう髪飾りかんざしとかそういうのもちょっと特別に出しております。で、まあ、これちょっといきなりこれ夏物発表3月5日からあってね、いきなりここに貼らんでもいいかなもしれんね、これね。はい、でまだね今準備中、夏物発表3月なんですけどね、これいきなりここに貼らんでもいいかなとは思いますけど、はい、なんか後ろに、お、なんか来た来た来た、知らない知らないぞこの話はなんか陽気待機してる、なんか陽気いるえ、じゃあこのね船のこれちょっとね、ええでしょこれ、あ、来た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 、本決算セール2月5日から8日まで、七福神商船宝船、はい、なんか今日皆さん楽しそうですねこうちょっとね、こう宝船をね、こうちょっとねやってみたんですけどね。で今回ですね、おすすめコーナーっていうのを作ってて、何かって言うたら10万円均一コーナーっていうのを無理やりこれ作らされてるんですね。作らされている、そうなんですよ。で何でもかんでもみんなこれ10万円でいいですかってこう持っていくわけですよ。だからもう下手したら最大割引になるというね。でしかも決算中のみ利用可能、うんうん、例えば新田のセレクト商品を見たいとお電話ください、ご予約いただいた方にプラス1割引きの券をプレゼントします。はい、これをねちょっとちゃんと見とかないかんですね。はい、まあ、圧倒的に私のね指名が多いかもしれませんが、新田さん、青木さん、白井さんね、こうもうニコニコ目がキラキラしてますね。私を指名して、キラちゃん、津島さん、古川さん、専務とね、みんな専務がちょっと横向いてるからね、みんな前向いてるはい、で、まあ、ちょっと明日からなんですが、まだ売り場の方がですね商品が一部届いてないものがありまして、で今はちょっとこう仮の押さえを仮ディスプレイをまあしてるんですけど、まあ、こちらも顧問とかですね、明日はこう刺繍関係をねここにも持ってこようと思っておりますね。でこれはね、あの梅垣さんのところの袋帯、梅垣の袋帯をちょっと箱に入れてるんですけどね、唐織のこの辺もね、あの非常に、ね、大特化で出しております。おお、みんな逃げていった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 、なんか新しいね、近づいてくるかなと、ゴソ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 で逃げていきますで七福神コーナーです。ここね、七福神コーナーで各七福神の方が、いろんなコーナーをね作ってくれてます。はい、
でこれでまあ顧問付け下げ訪問着黒留め色留め、袋帯名古屋帯等々ですね、もうね1万円コーナーとかね結構作って準備してます。もう決算でもう本気の決算ということで、まあ今ねなかなかこうコロナで大変な時期なんですが、うちも大変でですね、もう思い切って商品の整理も含めて今回はかなり力を入れてね、やっていきます。でちょうどこちらにもですね草履バッグのコーナーを置いてるんですが、もうこの辺も3割引き5割引き、あとねちょっとね焼けがある商品なんかは、さっきの1000円とかねすごい勢いで出してるんです。もうこれ早い者勝ちです。はい、で2割引き3割引きとかですね、半額とかいろんなものを置いてて大丈夫大丈夫ね、もう半額セール、はい、ということでね、明日から4日間プラス次の週もねやりますんでね、11日の祝日から、あ、すごいすごい楽しそうはい、というかこの前で行くかね、ということでまずは今日はね塩見着物塩見スタジオ千歳の生き方真面目にやっておりますでこんな楽しい感じなんで、皆さんねなかなか入りづらいって言われるんですけど、どんどんこう入ってきていただいて楽しくね、みんなお出迎えさせていただきますので、今日は第56回、2月4日、またね来週の木曜日も、57回目の、ね、配信をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた皆さんさようなら。